ザラトゥストラは、こう語った。ザラトゥストラは、こう語った。ザラトゥストラは、こう語った。オルソーシュプロックザラトゥストラは、1883年から1885年にかけて発表された、ドイツの哲学者、フリードリヒニーチェの好奇思想を代表する著作。ザラトゥストラは各語りき、ザラトゥストラは各語れり、ザラトゥストラは、こういった等とも訳され。 全4部から構成されている。ボン大学とライプツィヒ大学で文献学者リッチェルの指導を受けたニーチェはその能力を認められ26歳1870年の若さでバーゼル大学の古典文献学教授となった。しかし健康上の理由から35歳1879年で大学を退職孤独な執筆生活に入ることとなり 自病の発作に悩まされながらも、1889年に発狂するまで多くの著書を世に出した。その中でも本書は最も重要なものとされている。本書の最初のインスピレーションとなったのは、1881年の夏、ニーチェがエンガーティン教国の小村シルスマリアに対した時で、その時散歩中のニーチェは突然英語回帰の思想の啓示を受けたのだった。 その思想が熟成し、ザラトゥストラは、こう語ったという表現形式を得たのは2年後のことで、あった。全4部構成。1883年2月にわずか10日間で、第一部が執筆され、同年6月に出版。続いて、同年夏に2週間で、第二部。翌1884年1月に10日間で、第三部が執筆され、4月に、第二部。 第三部が合わせて出版されたが、ほとんど売れず反響もなかった。最後に1885年に第四部が執筆されたものの、これは引き受けてくれる出版社がなく鹿番40部が印刷され、その一部が親戚や知り合いに配布されただけであった。本書は後期、ニーチェの重要な哲学的研究の一つであり、19世紀末期におけるヨーロッパの没落を背景としながら、 キリスト教的な理想に代わる超人の思想が展開されている。ザラトゥストラを主人公とする物語の体裁をとっているが、大半はザラトゥストラによる思想のトロである。山にこもっていたザラトゥストラは、神が死んだことを知り、絶対者がいなくなった世界で、超人を人々に教えようとするが、低俗な人々は耳を貸そうとしない。そこでザラトゥストラは、 自分の思想を理解する人を探し始めるが、死に従うばかりではいけないと結局で死も捨ててしまう。サラトゥストラは新たな施策の末、人々に対して自らの思想を語ることを控えること決め、山に帰郷する。山の中で、サラトゥストラは何人かの特別に高等な人々と会い、彼らとの交流の中で歓喜する。最後には、サラトゥストラが再び山を降りることで、 物語は締めくくられている。この一例の物語において、ニーチェは神の死、超人、そして英語を回帰の思想を三分的な文体で論じている。本書は近代において書かれた哲学研究としては独特な文体を備えている。それは哲学書というよりも小説や神話のような文体であり、実際に文学においても影響を与えている。サラトゥストラは 時には対話し、自問自答し、また死を歌うことを通じて、哲学の議論を読者に示唆している。このような文体は、議論の一貫性を通じてその論理展開を読者が理解していくのでなく、その修辞的な表現を通じて、常に読者に解釈を要求するものである。例えば、本書で登場する人物は、サラトゥストラ以外には固有の名前が記されておらず、道化氏、イントン社。 学者、背面世界論者などと呼ばれるだけである。彼らはどのような性格を持つ者たちであるかが描写されており、彼らが特定の個人ではなく思想史における議論、そのものや概念を擬人化したものであることが偶話の形式で示唆される。この著作では、その意味で混合三文の文体に特徴を付けられる。ニーチェの初期の思想における、 ディオーニュソス概念がザラトゥストラに結実したこと、また英語を回帰の思想が初めて本格的に展開されたことは、この書物の意義の一つである。ザラトゥストラとは、ゾロアスター教の回想の名前であるザラスシトラ、ゾロアスターをドイツ語読みしたものである。しかし、この著作の思想は、ザラスシトラの思想とはあまり関係がない。ニーチェ自身が、この人を見よで解説した内容によれば、ニーチェが、 サラトゥストラの名を用いた理由は、二つある。第一に、最初に、善悪二言論を唱えたゾロアスターは、道徳についての経験を最も積んだものであり、道徳の矛盾を最も知っているはずだという理由である。第二に、ゾロアスター教では、誠実を重んじ、ニーチェの重んじる、真理への誠実さも持つはずだという理由である。この著作は、神は死んだゴッドイストとット、など、 それまでの価値観に対する挑発的な記述によって幕を開け、ザラトゥストラの口を通じて、超人、英語を回帰の思想が論じられている。本書の序章では、山中で10年もの歳月を過ごしたザラトゥストラが十分に知ることができたと悟り、人々に説教を行うために山を降りようとする。彼は道中で出会った陰遁者との対話で神の死を再認識し、 街中で綱渡りを見るために集まった民衆に語りかけ、超人の思想を教えようとするが失敗した。綱渡りの大道芸は失敗して転落事故が起きる。サラトゥストラはその遺体を背負って埋葬しようとし、また弟子を求めるために説教を継続することが決意される。ここまでが本書の序章であり、以後に四部構成にわたってサラトゥストラの物語が描かれている。 ニーチェはザラトゥストラが町にて説教を行うことを記述する。美徳を論じる偽善者、プラトン主義や伝統的な刑事情学を論じる背面世界の論者、または体の軽蔑者をザラトゥストラは拒否する。そして、ザラトゥストラは魂を重視するがあまりに肉体を軽蔑する論者に対して、肉体が内包する根本を明らかにしようとする。 ザラトゥストラにとって肉体そのものが一つの大きな理性であり、精神とは肉体の道具に他ならない。さらに自我の起源、文化、社会、国家、共同体について論じた上でザラトゥストラは、まざまな民族が、それぞれ独自の価値観と目標を掲げ、それぞれの勝利のために争ってきたことを確認する。彼らは戦の目標のために戦ってきたが、人類は、 まだ一つの目標を持つことができていない。また、キリスト教の価値観である、隣人愛の精神が、自分自身への逃避であると指摘する。本来あるべき態度とは隣人に対する愛ではなく、未来に出現する者のへのエンジン愛であると説く。そのことによってニーチェは、伝統的な価値観を否定するだけでなく、超人の思想を生み出すための方向性を示している。サラトゥストラは弟子を得ることができたが、 この第一部の最後では再び弟子たちを遠ざけて一人、孤独な生活へと回帰する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。